AI あるいは機械学習と呼ばれる人工知能が世の中の製品などに組み込まれて、我々社会の生活、日常生活を豊かにしてくれています。ですが AI って非常に賢いと思われるかもしれませんが、まだまだ解けない問題がたくさんあります。これからもまだまだ研究すべきテーマがたくさんありますので、ぜひものづくりで、特に計算機に知能を持たせてより賢いものを作っていきたい、そういうことに興味のある人、あるいは医学に AI を使って貢献したいと、そういう人たちはぜひ愛知工業大学に来てください。そして北坂県に来てくれると嬉しいです。以上です。